パチンコひまわりがありまして、その向かいにありますこの黄色い建物が殺到駅。そしてそこを歩いていくとあるのが札幌トンテキ東店です。はい、皆さんこんにちは、山田ボスオです。今日は先日挙げた札幌トンテキの白石複合庁舎のところの裏にあるトンテキに行ったら東区にもあるんですよって言われてやってきました。こちら札幌トンテキ東店、こんなとこにあったなんて。ということで今日はこちらで、トンテキもりもり食べていきたいと思います。東区の皆さんぜひ来てください。では行ってみよう。たびたび TV チャンネル。ここなんか魅力的な店いっぱいあるけど、さあ早速それじゃあ店に行きたいと思います。さあ入り口、営業中、酒類の提供はしません、残念。そんなペイペイと横、あら、うちのステッカー貼ってあります。皆さんこれ確認しに来てください、このドアの上ね。それでは行きます。あ、禁煙です。皆さんまだ開店したばかりですからぜひお越しください。さあそれでは店内に入っていきましたので乾杯、はい、残念ながら水です。ということで本日は、はい、ジャイです。ジャイです。水です。はい、ホーナーです。どうですか。はい、ジュンジュンです。水です。ってことはいっぱい食うの今日。今日いっぱい食いますよ。いっぱい食う要因ですから。さすがエースですねここで飲めるようになったら飲み放題したいと思います。先日の札幌トンテキと同じメニューになると思いますけど、メニュー紹介します。さあやっぱりトンテキ定食はこうなります。本日ジュンジュンは特大トンテキ定食 500g に行きます。そして数量限定はトンバーグ定食です。ボスはダブルトンバーグ行ってみます。それ以外の鉄板熱々料理です。パン熱々っていうのがいい。アラカルトデザートです。そして一番気になるところ、飲み放題付き宴会プラン120分です。もうこれはしないと。はい、飲み物のメニューはこんな感じです。はい、テイクアウトもありますよ、ぜひとも。さあ来ました、 300g の塩だれ。塩だれ、おお、いいですね、いいですね。これはオーナーの塩だれトンテキ 100g で、 100g 単品です。単品メニューですね、はい、100g は小さいスキレットに乗ってくるんですね、はい、ナイフとフォークを構えて待っております。ダブルトンバーグです。いいね。それでは行ってみましょう。肉が分厚い、しかもしっかり塩だれが効いてる。おう、これは濃いめ。これはライスもいっちゃいますわ、もう我慢できない。うまい。そんな方なさっきの単品に合わせてハンバーグも来ております、はい、ということで今日は2種類で1種類ですね。はい、いただきます。うん、ハンバーグも最高です。おいしい。ボスのはチーズトンバーグと普通のトンバーグ、そしてライスはプラス150円して特盛りです。イエーイ、うまそう。さあそれではベジファーストで、下から上げてこないと。このねタレがうまいんや。おいおい、うまいね。ずタレがついたキャベツと、ただいまキャベツばっかり紹介してすいません。そしてマヨネーズ前回の動画でもやってるんだけど、野菜でやるのは嫌なんだけど、うまいです。さあ両手にナイフとフォークを持って、この音を聞きながらイメートレさあそれじゃあちょっとハンバーグ食べようかな。柔らけ、やべえ、いいだろう。いただきます。うん、
カモン。レイ。すごいの来た。さあ今日はもう言うならばこれがメイン。これ500g。すっげえこれ。ねえなんか他の人と全然違うよね。やば。さあそれじゃあ食べていこうか。本当はベジファーストと行きたいところ。ああもう待ちに待ったからね。塊を。おお。僕も塩だれにしました。塩好きなんで。うんお、熱い。豚肉ってちょっと硬い目であるじゃないですか。うん、柔らかい。おい、もう歯がこうスコスコって入って柔らかくて最高や。すごいこの塩だれがしっかりしてて、ね。チャイム言ってましたよ。一切れで。特盛り正解だな。ご飯もなくなったな。めちゃくちゃ美味しい。ほんね。こっちから見てるとね、このキャベツに隠れた向こうの肉が見えないのかと思いきや、はみ出てすごいことになっちゃう。あ、この熱さ。すごいですよ。やばいですよ。あの、見せますどうしたらいいかわかんないけど。いいよ、いい、いい。いや、もう切ってどんどん食ってこ。コーナーも塩だれ頼んでるので食べてみようか。最高だね、やっぱりね、豚最高。さあ、それではもうね、みんながむしゃらだからこのまま食べ続けます。お、マヨネーズはキャベツにかける。かけすぎだと思います。カロチュー豚の脂もすごいわ。この油を染みたキャベツが最高です。うまいわ。もうキャベツでご飯いっちゃう。だけどね、チリ棒出てるから一気にいっちゃう。今舌やられました。やられた。油で。しかも今来たばっかりでこれ熱々だから。この下のもやしが。おお、いや、え、もやしもあんだ。あ、そっかそっか。一番下ね。もやしがあって、そのキャベツと塩だれと油とこう行くじゃないですか。こう行くんですよ。熱い。そしていい、米いい。これで一杯、これで一杯かなっていうぐらい。ああ、確かにね。これも食うよ。はい、チーズの方。うまっ。どうやって形を進んでるかな。キャベツに。キャベツのご飯チーズ。うん、トンカツとか、うん、ステーキとかとかキャベツって脇役みたいな。ああ、確かに。ここはこっちも主役、こっちも主役、こっちも主役、こっちも主役。そうだね。ご飯と戦ってますからキャベツで。食べちゃう。もう今肉よりキャベツの方が進みます。ご飯が足りない。うん、味染み込んでるからね。結構の味噌汁、優しいんですよ、体に。いいね。油をこう一回リセットしてくれる、うん、でも決して味が薄いってわけじゃありませんよ。どしどし食ってますね。あら、おかわりするってこと。ご飯が足りなくて違うご飯を頼むっていう、すごいね。温玉ガーリックライスお願いします。はい、大丈夫です。ちなみに作っているところは見られます。さあ、店内も紹介します。こちら4人席、2人席、カウンターが4人、そして我々が座っている4人席となってます。わぁ、うん、ちょっとおかわりできるのかな。ちょっと聞いてみます。うん、聞いてみて。すいません、ライスおかわりできますか。はい、どれくらいの量にして。大盛りの量で。大盛りでも1つね。いや、1つで1つ。いただきます。うん、そしてはい、サップを取るときに生かしたいの。ごちそうさまでした。おかわりしやがったやつがいます。そして
すげえうまそう、これも。うまそうだ。いいね。卵が入ります。お。ザク。これはいいわ。これ熱いのかな。いや大丈夫でしょ。だよね。うん。あ、すげえこれ。パワーみなぎる。匂いもすごい。匂いがすごい。いい。これもっと大きいの欲しい。そうだね。これだけ食べに来てもいいよ。こっちで欲しい。あ。これ肉もたった。肉からの。それだよな。そうだよ。熱いです。あ、もちろん肉とも合う。最高。そして特盛りを食い終わって大盛りを頼む男。それぐらい進むってことだ。そうだね。いい。うん、じゃあそんな彼らが盛り上がってる中、俺はゴールしようと思います。いつも最後ですけど、今日は途中で抜けさせていただきます。600グラムだからでも。ごちそうさまでした。何するの？ちょっと禁断かな。禁断の食べ方。おっと逆。ここ見ますこれ。あ、確かに確かに。このプール。油のプールにご飯を入れて。デブいね。これ。だって料理しちゃう。あ、そこでね。肉汁をまとった米を。わんぱく。これ皆さんぜひやってみてください。染み切った肉汁がご飯にまとって最高だ、うん、もうデブにはたまらないおっとさっきのご飯をとうとうスキレット持ち出しました油飲んでいくさあ戦っています。こっちはまだ熱い。そう激熱。いいよ、熱々で食べるためのスキレットだ。最高だ。最後の肉をさらに油をまとわせ。名残惜しいですね。札幌トンテキ。おさめしょ。さあということで完食でーす。はい、ごちそうさまでした。先ほどオープニングで映したのが札幌劇場の方ね。あ、札幌映劇の方。こっちが、ニュー札幌ビルの表の方です。ちなみにここのビルの前のところに、ここのビルの共用スペースがあるので、ぜひとも皆さんこちらの駐車場は利用して大丈夫です。あとここ道じゃないので、ここの間のところで隙間が空いてたら、まあ止めても路中にはならないけど、安全なのはここです。さあということで食べましたか。食いました。これ食べました。そりゃそうだよね。食べ過ぎでしょ。腹が今日ももりもり食べました。我々なんせ東甲子なんで、東区にこの店が来てとても幸せに思います。今も言ったけど駐車場もあるので、車でちらっと来て寄ってくっていうのもありだと思いますんで。そしてね、白石の方は混んでたけど、こっちの方はねまだ空いてるみたい。だから今のうちに、ぜひ食べに来てくれたらいいんじゃないかなというふうに思います。ということで今日の動画はこれでおしまいです。また次の動画で太りましょう。それではさようなら。